さあおはようございますということで始まりました、G スタイル今シーズンの最終戦でございます。今日でだからプラス3万発以上達成するためにはプラスサダマ、2万3000発出せばもう確実にいくと思うので、ありがとうございます、いただきましたプレミアム背景いただきました、嬉しい。やっぱりエヴァで勝てないんでしょうか。私はね、全然悪くないんですけど、もう実戦時間が半分くらい過ぎてしまって2万円なくなったってことで現在マイナス5000発なわけですよ。じゃあトータル3万発近く離さなければいけない感じになってきたんです。そしてちょっとエヴァじゃ遅いんですよね。ちょっとそんなに速くない台なので ST 中ってなったらやっぱ早い台になっちゃいますね。ということでちょっと泣く泣く移動したいと思います。 どれ打ちようかな、どれ打とうかな、どれにしようかな、一回これにしていますということで、ということでリゼロにやってまいりました。はい、もうリゼロでやるしかないですね。何回かもうパパと 3回ぐらい初当たり引けたらいいなって思います。頑張ります。ハマってる場合じゃないですね。もうじゃあ2台目のリゼロいきます。早く2回目の初当たりを引きたいですね。びっくりした、びっくりした、初ボキュン、いいですねレムちゃん。赤、あと、ホリエム本ですね。頼む頼む、ミニレブは動かないけど、でもこれ入ってるんでいいですね、赤。やっぱね、やっぱ、おー、いいですね、大チャンス。魔女の匂いは嫌ですけど、この後当たってくれ。あ、4です。あ、いただきました。4です。お尻からテンパイしてるんでこれ大丈夫ですね。あとは入るかどうかですね。赤保留で頼む、3000ください。おお、群馬切った、久しぶりに見た。こうか、ちょっと興奮してたんで忘れたんですけど、プレミアムモードにすればよかった。もしかしたら大きい、もしかしたらなんかいいの出てたかもしれないしね、わかんないけどレインボー出てたか、出て見れたかもしれない、わかんないけど3000円だったらね。金保留も軍予告もすごい久しぶりに見ましたね。ありがとうございます。ここまではもうね予想がついてたんですけど、この後ですよ、お願いします。私ラウンド始まる前の昇格あんましたことないんですよ、いつも偏ってて。
3000行くときはまあ奇数で当たるか、あとはあのラウンド終了後のチャンスですね。なのでここで上げておきたいんですよ。頼む。声は聞こえないですけど OK ボタン押してます。下重くした本当行かないです私ここで。やだな、まあ、まだ分かんないんで頑張りますね。諦めずに前向きに行きます移動してきて58回1点目ですね。総投資25,500円。頼む頼む、赤ボタン頼む、赤ボタンお願いします、お願いします、今日最後なんです。あー普通ボタンもうなんか前も2-0打った時こうでしたよね。当たるんだけどパッとしないみたいな。あーショック。まあでも当たってくれてよかったです。あら来ました、これはもう残念ポキュンだ。います、これは無理ですよ。久しぶりに来ました。でもゼロじゃない、あもう残り時間がね少ないんで、なんとか多分当てれても1回だと思うんで、そこで一撃で決めるしかないですね。一応当たりゼロではないんですけれども、さっきも4万円がなくなりまして、ついにトータル収支がマイナス域に入ってしまいました。プラス3万発を目指そうと思って、だって2万3000発ぐらい出せばプラスだったわけですよ。あの定までね、無理な話じゃないじゃないですか、まあ、結構頑張んなきゃいけないけど、でそれで目指したらね、トータル収支がマイナスになるっていう一番最悪の結果でも、319だからありえるんですけど、もう本当についてないです今月。必ずだいたい4万円は平均で使えますね。もう毎回こうお金使うんで、そろそろでしんどくなってきましたね。もうちょっとね展開あの楽しいパチンコを打ちたいんですけど、こういう展開になるといつも海だったらもうちょっと負けてないなと思うんですよいつも思うこれ、同じ気持ちになる人いませんか。本当結果論なんですけどね、いつもね負けるたんびに海だったらって思う、思いたくないけど思っちゃう。こんなこと言ってうるさい女だなと多分思うと思うんですけど、自分で思ってますけど自分でなんかうるさいな負けてるかってぐちぐち言いやがってって思うんですけど、でも本当海だったとしたらこんなに違うんだよっていうのをちょっとね思っちゃうわけですよ。だったら海言ったよって言われるかもしれないですけどね、でもこう思ってるだけです、思ってるだけなんでね、で聞いてもらえたら。今日取れ高大丈夫ですか。あーなんで毎日こうなんだろう、いつこういう日が終わるんだろうって思うんですけど、早く終わってほしい。もうじゃあやめます、当たれる気がしないです。ということで時間になってしまったので諦めたいと思います。久々にね結構へこんでます、最後にやらかしちゃったなっていう感じで、なんでしょうね、どうしたらよかったのかもわかんないんですけどどうしたらよかったんですかね。機種選択はね間違ってなかったかなとは思うので、単純に私の引きが終わってるっていう感じとしか言いようがないんですけども、本当に逆にここまで見てくださってありがとうございます。とりあえずエンディングで最終結果の方、発表したいと思います。お疲れ様でした。実践終了ということで、本当に皆さんここまで見ていただいて本当にありがとうございます。
もうね散々な実践内容だったんですけれども、もう言っちゃいますと、まあ、投資4万3000円で出玉ゼロということは、ということは今日本日だけで、マイナス1万発以上ね定まじゃないですか。ということはトータルマイナスで終了です。拍手おかしいでしょ。あーもう嫌だな、もうなんかもうプラスにしようと思って、もう2万3000発なんなら3万発出すと思って今日リゼロとか打ってたんですけれどもね、当たったのはいいんですけどね、通常っていうところでね、普通に今日も4万円負けてちょっとねへこんでおります。今月毎日 4,5 万負けてます。今日こそなんかそろそろ出るんじゃないかなと思ったんですけどもね、トータルまでマイナスにしちゃったんで、まあ、計算ざっくりするとマイナス3000発弱かな。まあ継承なんですけど、めちゃくちゃ悔しい、めちゃくちゃ悔しいです。悔しいんですけれどもね、最終的にこんな結果になっちゃって、今までこうすごい調子よくねプラス重ねてきたのに最後これで終わってしまって、前回からちょっと調子悪かったですもんね、途中いろいろとぐちぐち海だったらとかぐちぐち言われましたけど、こんなに使ってないのにとかね、ぐち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 愚痴も出ちゃってね、本当に嫌な女になっちゃってるんですけどね、負けるとね本当に良くないんで、もうこの後またやけ食いします。もうこういう日は食べた方がいいんですよね、ストレスと悲しみを、ね、食べ物で流したいかなと思います。ただ本当に皆さん、あの今日ね見せ場が本当になくって、なのにちょっとね見てここまで見ていただいて本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。次のシーズンはまだちょっと何も決まってないんですけれどもね、またあの始まったら頑張りますんで、また見ていただけたらと思います。ということで、今回残念だったんですけどもね、また次回お会いできればと思います。さよなら。ちょっと待った。え、やっぱり？直樹くん？え、本当に？え、何？やっぱり直樹くん？似てんなと思ったんですよ。本当ですか？本当に思った。どのあたりで気づきました？いちごミルク持ってきた時。今応援してます。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。すいません。お久しぶりです、直樹くんです。お久しぶりです。じゃあちょっと、はい、ちょっと頭のおかしい人来たかなと思って本当に、はい、だってそんな人いないじゃないですか、はい、ちょっと待ったって言った時にちょっとヤバめのファンの人かなって本当に思ったんですよ。だからやっぱそうか、なんか似てんなと思ったんですよ。嬉しい、だってもう本当に思った。超久しぶりですもんね。そんなに久しぶりだったっけ。そんなに久しぶりなんですよ。だから覚えてなかったら困るなと思ったんですけど、ごめんね、いちごミルクの時にじゃあ、ね、突っ込んであげれなくていやいやいや、でもがっつり目があって、うん、でもやっぱりね素晴らしいファン対応してもらって、さすが夏美さんだなと思ったんですけど、いやいやいや本当はもっと前から接触してたんですよ。全然わかんない。一回隣座りました。一回だけ隣に座る。イゼロ？はい、そうです。なんかこのストライプの服装がを覚えてる。あ、本当ですか。でも座った瞬間に夏美さんがちょっと移動されて、あっっていうなんかいろいろミッションを話しながらやったんですよ今日。何のために？それがこれなんですよ。はい、何今日唐突に呼ばれてこれやれっていうふうに言われたんで、はいはいはい、読み上げさせてもらいますね。あ、はい、分かりました。びっくり。はい、私上スーパーガール夏美殿。ちょっと昭和初秋の頃、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。来たる10月吉日、はい、パチンコ出玉対決を申し込む。ルールは簡単、はいはいはい、定玉対決。敗者には屈辱の罰ゲームを用意しております。ひよってるやついる？いねえよな。マンジ、はい、これあの僕が考えたんじゃないんで、えサライブチャンネルが考えたことなんで、この内容も考えたでしょ。ちょっとなんか時代を感じましたもんね。スーパー最初のだってボートなんて書いてる。スーパーガールってだいぶきついっすよ。
そこ冒頭からきつい、うん、僕のセンスだと思ってほしくないなと思って、いや今なんかきついなと思いながら読み上げながらきついなと思ったんですけどちょっとせっかくねこのプライベートチャンネルで、まあ、別々ではありますけど、そうですよね、やってますもんね。でその僕の扱ってる心霊のトリセツっていう番組なんですけど、あ、はいはいはい、あ伸びなくて伸びなくて、なのでちょっとねこういう機会で、ね、夏美さんのねお力も借りながら、いやさせてもらえないかなと。いやいや、じゃあもちろんやらせていただきますよ。もちろんでございます。嬉しい。これどうなるんですか、その勝負して結果が、はい、まあ、勝った負けたってどうなるんですか。そのあたりは、まあ、一応罰ゲームあるらしいんです。あんの、まあ、嫌ですよ。嫌だよ。何やるんですか罰ゲーム当日。やだ罰ゲーム。罰ゲームが一番嫌。いろいろ やらされてますけどね。あ、そうなんですね。罰ゲームは本当にいろいろやりました。いや、もうせめて勝った方にご褒美にしますね。あ、ご褒美もある。モチベーション的にね。モチベーション的にやっぱそれないと。そうですよ、弾も出ないですよね。そうですよ、そうですよ。いい会なんて作れないですから。つみさんと共演するので僕初めてなんですよ。確かに。そうなんですよ、だからちょっとぜひお願いします。なんかちょっと楽しみですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。その言っていただけて、まあ、とりあえずさだま勝負、さだま勝負、じゃあ本気で、はい、ぜひお願いします。やりましょう。はい、お願いします。